はい、それではやっていきましょうか。クリア率は約 15% なんだぜ、の。です、かし、です、あ、です、3人合わせてやめろバカ。なるほど、勇気を持ってってそういうことか。それでは勇気を出してもいけませんでした。勇気というか、実力な気がするんだが。よし、今度こそ勇気を出してクリアしていきます。私はね、愛と勇気だけが友達じゃー。だ、確かに、お前友達全然いないもんな。ひ、一人いるもん。誰だ？マリサ。お前に友達はいない？いいな、そんなー。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次行きましょう。それではやっていきます。クリア率は約 8% なんだぜ。ねえマリサ、さっきの友達のくだりってネタだよね。いやネタじゃない。これは走り抜けていけばいいのかな？その前に亀と栗を倒してっと。説明雑すぎだ。よし、じゃあタイミング見計らって一気に行きますか。なんかでかいのいたー。よし、今度は甲羅投げて倒していきます。相殺したか、でかいパタパタ気をつけろよ。ふふふ、余裕余裕もう私は決めました。ゆっくり確実にコツコツ行きたいと思います。でかいの来たぞ。だ、大丈夫。そう、ゆっくりしていってねです。まさしくゆっくり行くことこそ私の使命。ゆっくり実況者霊夢、間違えた。天才ゆっくり実況者霊夢様のゆっくりマリオメーカー、はー始まーるよー。いいからさっさと行け孤独野郎。いじめ、かっこ悪いじ。ルイージを道連れにするな。さて、ここは甲羅を投げて倒していく感じかな。って危ねえ。ってパックンマックーン。よ、よし、こうなったらやけくそです。うわぁ、ミラクルスーパーレイムちゃん大好きだーしゅ。からのジャーンプ。よし、普通のジャンプだったと思うんだが。よし、じゃあこの甲羅をパックンマックンにぶち込んでっと、言葉が汚い。あのキノコはダメージ受けたように残しておきます。早速キノコが必要になる雑魚プレイヤー。ほ、ほら、このままキノコ取らなかったらもったいないし、キノコもかわいそうでしょ？だから食らってあげたんです。嘘うつ。じゃあこの甲羅をあのデカパックンに当てれば良さそうだな。マリサ、デカパックンマックンだよ。おお、ゴールだー。今回は序盤のところが難しかったな。タイミングが取れれば一気にいけたんだろうが。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きたいと思います。はいはい、それでは次のコースやっていきますか。クリア率は約 30% か、今回は楽しんでやるコースになりそうだな。モンハン X 買ってない霊夢です。よーし、狩りの始まりじゃー。なあ霊夢、狩りするのはジュゲムたちで、私たちは獲物なんじゃないか。え、嘘ー、そんなー、ようやくハンターになれると思ったのにー。しかもアイルーにすら今慣れていない、ただのおっさんが親父狩り受けてるみたいになってるんだぜ。ま、マリオまだ若いんだもん。よし、今度こそ、今度はスターを取っていきます。このスターでかなり進めていけそうなんだぜ。さあ進めアイルーどこまでもー。希望の彼方へ、ジュゲムなんかに負けるなー。お前はこれからモンスターたちと戦っていくんだ。まあ私は裏眼筋に心を折られましたが、早いな。さあアイルー、いざ進めー。栄光の架け橋へー。それはゆずだー。よーし、今回はすごい楽しくできましたね。ワンナップの音が何とも言えない爽快感だったよ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。ではやっていきます。クリア率は約 7% なんだぜ。本当にお仕事って大変だよねー。いきなりダンサーの歓迎、これはお仕事を少しでもリフレッシュしてやってほしいというメッセージが込められてるね。考えすぎだと思うんだぜ。そしてなんか孔明なのか、隠し通路なのかわからないが隠しブロックがあったな。笑われてるんだけど、罠なのかな。上には何もなし、じゃあ先進んでいくか。まだ右っかは調べてないので、もう一度登ります。時間の無駄だろ、さっさと行け。ちょ、マリサをさないでー。な、なんかボス戦の音出たんだけど、え、係長、部長、社長、それとも、は、だ、し、気持ち悪いわ、さっさと行け。って会長ー、ドッスンが会長なのか。まさかドッスン会長がいらっしゃるなんてびっくりしました。何の会社なんだ。警察兼訓練士です。それはウプ主の仕事だろ。あ、間違えた。バービーちゃん人形の足の付け根の成分の第一工程の下請け処理の会社です。どんだけ小さい会社なんだ。てかピンポイントすぎるだろ。って言ってる間に結構進めたな。あそこにクラウンあるね。よしよし、じゃああれに乗っていきましやー。
今度はもう落ちません。約束いたします。まさか社長がいるなんて思わなかったので。このクラウン社長なのか。え？違うよ。さっきのフラワーだよ。なんで社長がフラワーなんだよ。あ、待ってマリサ。今から部長と係長を抹殺します。うおやー。給料上げろー。霊夢やめろー。いつもこき使いやがってー。お前が言うなー。そうだそうだ。お前ら黙って仕事しろ。ギャー。邪魔が入っちゃったけど、今ゴール。このネタがわからない方は、概要欄にリンク貼っておきますので、霊夢株式会社編をご覧ください。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。ではやっていきましょう。クリア率は約 17% なんだぜ。これがラストかな？今回は結構コースやったね。特に何かあるわけではないか。出てきたのはキノコの子。キノコとノコノコだろ、省略するんじゃない。これはこれは会長、またお会いしましたね。霊夢くん、君はクビだー。そんなー、会長、考え直してくださーい。会長、私はあなたが許してくれるまでここを動きませんよ。いいから行け。だから押さないでってばー。後で会長にお歳暮の下に現金入れて渡しておきます。やめろ。なんかさっきから上にストーカーいるんだけど、消えたんだぜ。まあお金くれてたし、いいじゃないか。さてと、この先は何があるかな。おお、今回はあっさり一発クリアー。違う違う違う。この天才霊夢様にかかればこんなものですよ。いやー、お前代だけ嘘つけばいいんだよ。ってうるせー。まったく、視聴者の皆様、このバカが変なことばかり言って申し訳ありません。それでは今回はこのあたりで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。